珍しい色の花ね。おお、ほんとだ。どれ、一本もらっていいかな。はい、って取っちゃダメ。あのなあ、お子様、そういうことはダメってまず口で言うもんだ。手出すのはそれから。うるさい、おっさん。おっす俺も帰ろ。これ、あなたたちが植えた花。ううん、ここに咲いてた花、すごく珍しい花だってお母さんが言ってた。なんていう花だっけ。テンダーホーナー。あ、そうそう、それだ。この花枯れないんだって。綺麗だからって人間の都合で摘んだらかわいそうだってお母さん言ってた。お母さんの大好きな花なの。幸せを呼ぶ花とも言うんだって。そっか、幸せを呼ぶ花って聞いたら取ってく人がいるかもしれないね。ここで咲いてるのが幸せなの。そうだね、自然に咲いてるんだからそのままが一番綺麗だよね。そう言ってくれたのお姉さんだけだ。お姉さんいい人。あら、ありがとう。ね、名前なんて言うの。私クック、こっちは弟のマック。クックにマックね。私はセス、よろしくね。カイム、おい、カイム、おいおい、またか。よせよ、俺たちもうダチだろ。まだそんな目すんのかよ。咲いていたあの時。何？あの時っていつ？見ろよ、さっき方面になった連中だ。どうも怪しいぜ。何してんだ？ん？こっち来ないで。お花が。ん？花？どうよ、絡むなら他で絡んでほしいよね。おい、あれはテンダーフォーナだ。幸せを呼ぶ花だ、知らないのか。おお、いいこと聞いたぜ。さては例の彼女にか。そうさ、この花を持って口説くのも一興だろうぜ。やつと同じ思考レベルだったか。おい、お前ら、そういうとこに反応しないの。はい、すいません。取っちゃダメ。なんだこのガキ。ほら、取れよ。フック、大丈夫？うん。おい、大人げねえな。相手は子供だぜ。落ち着いてくれよ。よそ者め、沼良の土地に生えているものは我ら沼良軍部が掌握して叱るべきものとは思え。たかが浜じゃねえか。バカバカしいぜ、こんなことで小競り合いとはよ。なんだお前は。どけよ、いいだろ、二三本持ってくぐらいよ。ダメ。なんだガキ、聞こえねえな。絶対ダメ。聞こえねえな。かわいいね、突っ張ってやがる。ダメ。おい、マック。どうかしてるぜ。何をそんなに一生懸命になってる。かわいいね、食ってやろうか。よそ者におかしなガキの組み合わせか。さっさといなくなってくれねえか。沼良が汚れるんだよ。ざけんなよ、てめえら。てめえらこそとっととうせろ、この抜け作。てめえらの息で花が枯れちまうだろうが。クック、おー、やるね、気に入った。おいガキ、沼良兵相手にその口の利き方は何だ。子供だからって容赦はしねえぞ。
つまで続くかな。
Thank you. やばかった。ほらよ。Yeah!
げろ。時間の無駄だな。やはりただの旅人ではないな。必ず翔太暴いてるぞ。覚えてろ。いちいち覚えてられっかってんだ、このスカタン。強いんだね、お姉さんたち。うん、まあね。こいつら伊達に長生きしてねえからな。なんかお礼がしたいな。ねえ、マック。うちに来てもらうか。うちに。そう、何もないけど、ちゃんとお礼がしたいんだ。だとさ、どうするよ、カイム。先を急ぐ。いいじゃない、少しぐらい。本当だぜ、カイム。お前ちょっと硬すぎ。決まりだね。そうそう、たまには人間らしいとこで息抜きしねえとな。
母さん。母さん、ただいま。お客さん連れてきたよ。病気なのか。そうらしい。こんにちは。どうも。この人たち裏から来たんだって。テンダフォーナを兵隊から守ってくれたんだ。あの花を。どうしたの？お母さん。母さん、あの花がもう一度会わせてくれた。あんた、記憶が。なんで、なんで俺を見るんだよ。ガンガラだ。ガンガラが。探さなくて。お前にサラを会わせたい。もう時間がないわ。クックマックいらっしゃい。二人ともよく聞いて。カイムはね、話してた。あなたたちのおじいさんよ。お母さんよりちょっと若いけど、でもおじいさん。二人はお母さんの大事。
事な大事な宝物、あなたたちがいたから。お母さん頑張ってこれた。お父さん、クックとマックをお願いね。お父さん、ずっと言いたかったことがあるの。分かってる、分かってるよ、リル。レイラム、お母さん、よかった、本当によかった。お父さんに会えた。お母さん、リルム、ダメだ、行くな。必ずサラを連れてくる。生きろ、リルム。Thank you.